クレヨンしんちゃんブリブリ王国の秘宝は1994年4月23日に劇場公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画版シリーズ第2作目上映時間は96分興行収入は約21億円キャッチコピーはおー、オラが2人いる前作は夏休みの公開だったが本作以降は GW の公開となる興行収入は 当時前作に次ぐ第2位であり第23作目オラの引っ越し物語サボテン大襲撃公開まではこの2作のみが興行収入20億円超えの作品だった原作者薄井義人からの第2作はインディジョーンズ風のアクション映画にしてほしいという要望で舞台が決定されたタイトルは前作同様薄井が命名原作漫画も描き下ろした 本作品からオープニングアニメーションに石田拓也製作のクレーアニメが採用された。なお、本作ではフリーアナウンサーニュースキャスターの小宮悦子が本人役ながらも声の出演をしている。本業が声優以外のテレビ等メディア出演者がクレヨンしんちゃん映画作品にゲスト出演するのはこれが初となり、当作品以降毎年声優業が本業ではない。 著名人が出演するようになった。テレビアニメに登場するキャラクターからは、野原家の隣人、北本玲子が劇場版に初登場している。また、この作品のみ、佐藤正雄がほんの一瞬小さく登場している程度で、正雄役の鈴木美恵の声の出演はなかった。テレビ朝日開局35周年記念作品。ある日の夜、ブリブリ王国の首都ブーリーで、謎の組織、 ホワイトスネーク団によって、ブリブリ王国の王子、スンのケ氏が王宮から連れ去られてしまった。すぐさま国王は王国親衛隊にさらわれた王子の救出を命じる。双葉幼稚園では、みんなが自分が一番欲しいものを絵で描いていた。そんな中、新之助は、ニュースステーションに出ている、小宮悦子のサインが欲しいと描いて、吉永先生を呆れさせる。 その日の夕方、街の福引きに挑戦した新之助は、なんと特徴であるブリブリ王国五泊六日の旅を当てる。大喜びの野原一家だが、実はその福引きは、ホワイトスネーク団が開いていたもので、新之助を手に入れるために、彼らが仕掛けた罠だった。数日後、一家は空港に発着して小型飛行機で出発したが、その小型機は、ホワイトスネーク団が用意したもので、 中の乗務員はすべてホワイトスネーク団の団員たちだった。離陸してからしばらく後、団員たちは正体を表し、二人組のオカマにいいなと、サリーに引きられて、新之助を狙って一家に襲いかかる。とっさの起点で、野原一家は飛行機からパラシュートを使って脱出。なんとか無事に降り立った一家は当てもなくジャングルをさまよい続け、古い遺跡にたどり着く。 そこで、一家は遺跡に住む猿の群れに助けられ、ここで一旦休憩することに。その日の夜、新之助は持っていたチョコビを食べられた代わりに、遺跡に住んでいる小猿から、豚の花の形をした、不思議なペンダントをもらった。やがて野原一家は猿に教えられた道をたどるうちに、鉄道を見つけ、通りがかった電車に乗り込んだ。そこで、一家は新之助を王子と呼ぶ。 謎の女性に出会う。ルルと名乗ったその女性はブリブリ王国の王室親衛隊少佐で誘拐された王子の行方を探している途中、偶然王子とウリ二つの新之助を見つけて彼を王子と間違えたのだった。その直後、野原一家の居場所を突き止めたホワイトスネーク団が列車を襲撃。ルルは列車に乗り込んできたホワイトスネーク団の幹部ミスターハブに倒され、 新之助は、ニーナと、サリーに連れ去られてしまう。ホワイトスネーク団の本部に囚われた新之助は、そこで自分に、売り二つの少年に出会う。その少年こそ、ルルが探していた、寸の消し王子であった。1994年配給収入10億円以上、番組日本映画制作者連盟 AB 第28作目、クレヨンしんちゃん激突。 落ガキングダムとほぼ4人の勇者はコロナ禍による影響を受けて公開時期が9月に延期された点や石田製作のクレイアニメがエンディングアニメーションに使用された点で例外となっている。一瞬しか映らないが新之助が回したガラガラには金の玉しか入っておらず必ず特徴が出るようになっている。そして特徴が出た途端に福引きを終了している。劇中で ルルから、卑怯な手使うじゃないのと指摘された際には、おあいにくさま、悪党は悪党らしくしないとなと反論している。ありがとうございます。